こんにちは、フットボールレディオの松です。今回はですね、我が心のクラブの一つバイエルンミュンヘンの直近の移籍の報道についてお話をしていこうかなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。私松がラジオ収録しているのが2024年の6月の後半になります。ですので、このラジオを聞かれている皆さんのタイミングによっては時期が大きくずれる可能性がありますので、そのあたりはご了承していただいた上でこの先のラジオを聞いていただければなと思います。では早速内容の方に入っていきたいなと思います。現在噂になっております5名の選手たちを中心に補強の話題をさせていただき、最後に吉羽公妃の対談の話題についてお話をしていきます。まずは補強の5名として噂として上がっており、このラジオが投稿されている頃には確定しているかもしれない複数名の選手たちについて紹介していきます。まずは1人目、イングランドプレミアリーグのクリスタルパレスに在籍しておりますマイケル・オリーセです。現在私松がラジオ収録している時点では、ファブリツィオ・ロマーノ氏を含めた大手メディアがバイエルン・ミュンヘンとマイケル・オリーセの契約がまとまったのではないかという報道を行っておりますので、ほぼ間違いなくバイエルンの新戦力として来シーズンプレーすることになると思われます。もちろん私松がラジオ収録している時点までのお話ということになりますので、急遽話が変わり残留に変わったり、もしくは別のクラブと交渉に乗り出したり、そういったことを行っていくという可能性も十分考えられるんですが、私松がラジオ収録している時点では6,000万ユーロ、日本円で103億円近い金額での交渉がまとまりつつあると報じられております。契約も2029年の6月までの5年契約でまとまると言われておりますし、バイエルミュンヘンのクラブそしてフロント陣も彼が加入することを前提に次の選手の獲得に動いております。私松を含めた多くのバイエルミュンヘンのサポーターの方々は驚いたのではないかなと思います。単純に今シーズンのバイエルミュンヘン、多くのワイドの選手を抱えている状況の中で怪我人もたくさん出ましたが、人数的にはたくさん抱えている状況だったので、そこがやはり補強優先ポイントではなかったですし、なんだったら先に人を売らなければならない、ワイドの人材を先に売らなければならないよねっていうところで来シーズンを迎えていくっていう考えを持っていた方が多かったと思うんですね。そんな中、急遽マイケル・オリーセの獲得の話題が出てきて、トントン拍子に話が進んでいったと。日本代表の伊藤洋輝選手ほどトントン拍子というわけではなかったんですけれども、2、3日のうちにどんどん話が進んでいきまして、個人合意も進んでおり、クラブ間交渉にも乗り出していると。バイエルンの強化担当のマックス・エバールと、そして新監督バンサンコンパニが彼の獲得を非常に求めた、推し進めていたというところで、早期に決まったっていうところだとは思うんですけれども、あまりにも早い契約ということになりましたので、多くのバイエルミュンヘンのサポーターの方々は間違いなく驚かれたのではないかなと思います。マンチェスターユナイテッドやチェルシー、プレミアリーグのビッグクラブと呼ばれるようなクラブに移籍していくんじゃないかっていう報道がたくさん出ていたのがベースだったので、急遽バイエルンの名前が出てきた時点で正直びっくりしましたし、その中でも流れていくんじゃないかなって思っていた方が多かったと思うんですけど、最終的には決まりそうになっていると。金額的にも6000万ユーロね、103億円近い金額を支払うっていうのはバイエルンの覚悟というか、バイエルンもそれだけのお金を使ってまで取りたいっていう決意を持っていたっていうことだと思うので、もしかしたらね、以前からずっとリストに載せていて、コンパニーとの意見交換っていうのを行っている中で、リストには載せていて、ユナイテッドだったりチェルシーが、本格的に乗り出しそうだっていうところを、代理人を通じてバイエルンサイドに何かが飛んできて、急遽バイエルンが急いで行動をとってね、彼と契約をまとめたんじゃないかなと、思えたりもするところもあるんですけれども、やはり、これほどまでに早期に決まったことは驚きだったなと。しかしこの早期に決まったっていうところはですね、マイケル・オリーセサイドからすると、決めたかったっていうところだと思うんですよね。やはり現在ユーロ2024ドイツ大会と、コパ・アメリカ2020アメリカ大会が行われています。で、特にオリーセの場合だと、フランス人なので、フランス代表にもっていうところだと思うんですけれども、残念ながら、ユーロには選ばれてなくって、7月から行われるパリオリンピックの、フランス代表として、選出されているんですね。
となると、7月の後半から始まっていくパリオリンピックに出場するっていうことになると、その大会に、まあ、集中するっていうことになりますので、そこから集中し始めて移籍マーケットが閉まるまでの間、まあ、ほぼ、フルマックスで、代表チームでプレーするっていうことに、なれば、やはり、移籍の交渉だったりとか移籍の話っていうところをそこに盛り込んで込まれると、やはり、フランス代表として、オリンピックで戦うっていうところに集中ができないので、まあ、早期に決めたかったんじゃないかなと。できるだけ早く、契約っていうのをまとめてしまって心機一転しっかりと来シーズン自分がどこでプレーするんだっていうのをしっかりと決めた上で、U23 のフランス代表としてパリオリンピックで出場したいっていう気持ちがあったからこそ、彼自身もそういったことを求めたから、マンチェスターユナイテッドとチェルシー確かに狙ってきたのは間違いないんだけれども、彼らはやはりお金の部分ですごくシビアで簡単にポンとお金を出せるような状況ではないと、人を売らなければならなかったりとか他の選手と、まあ交渉していたりとかでなかなかこう手がねすぐにこう伸ばしてくれないというかまとまらない、そういったところがあったので、マイケル・オリーセからするとそっちに行くっていう気持ちもあったとは思うんですけれども、やはりバイエルンが、まあ、早々にねトン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 とこうオファーを提出してきて、まあ、まとまりそうだっていうところもあったし、まあ、クリスタル・パレスサイドからしてもですね、やはり国内のクラブ、マンチェスター・ユナイテッド・チェルシーに売るよりも、国外のバイエルンに売る方がクラブにとってもですね、相手に死を送るっていうことをしなくてもいいわけですから、良かったのではないかなと。我々、まあ、バイエルミュンヘンサイドからするとですね、まあ、マイケル・オリーセというね、まあ、素晴らしいタレントを取れるっていうことは、本当に、まあ、喜ばしいことではあるんですけれども、やはり、まあ、お金を使ったっていうことには当然なりますし、ただでさえね、まあ、人材がたくさんいるっていう中に、まあ、人を加えてくるっていうことになったわけですから、まあ、今後の移籍の動向に関しても、まあ、バイエルンはちょっとね、人材を売りたいっていうことがね、相手に分かった上で、まあ、交渉を行っていかなければならないので、噂になっているキングスレイ・コマンとか、セルジュ・ニャブリとか、まあ、市場価値的にね、まあ、数十億円規模の、クラスの選手たちだと思うんですけれども、後半ぐらいかな、70、80とか、特にコマンは高いと思うんですけれども、まあ、こういった選手たちもですね、より安く買い叩かれてしまうリスクっていうのを、まあ、背負ってしまう可能性はあるのではないかなと思います。しかし、マイケル・オリーセというね、まあタレントが来たっていうことは、もう本当にバイエルにとって、まあ戦力大幅にアップするっていうことにはなりますので、まあ彼の起用法っていうところをですね、まあ考えていきたいんですけれども、クリスタル・パレスではですね、まあ右のウィング、まあもしくは右のシャドウのポジションを、担ってます。今シーズンはちょっと怪我もあってね、フルで試合に出場することはできなかったんですけれども、19試合で10ゴール6アシストというね、まあ素晴らしい記録を残していると。まあ、プレミアリーグは38試合、ほぼ倍近く、試合数的にはありますから、フルマックスでね、まあ、試合にもし出ていた場合、数字を倍にするっていうことはね、なかなかできないかもしれないですけれども、まあ、シーズン15、16ゴールっていうところは、まあ、間違いなく稼いでいたと思うし、アシストに関しても、まあ、10以上は、最低でも稼いでいたんじゃないかなと思える、まあ、素晴らしい能力を持っている、ワイドの選手ですと。で、彼の、まあ、プレイスタイル、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、右で幅を取らせてね、まあ、仕掛けるっていうこともできますし、中に絞ったところでね、クオリティも発揮することができる、まあ、非常に、機能性に富んだ、ワイドの選手です。特に、まあ、僕が評価しているのは、プレイ判断と、まあ、ポジショニング、そして右足、左足、まあ、両足とも、まあ、高精度なキックを提供することができる、素晴らしい能力を持っている選手だと僕は評価しています。状況判断に関しては、まあ、右でもそうだし中でもそうですけれども自分のね、まあ、コンビを組むというか、まあ、自分に近しい選手がどこにポジションを取るかによってじゃあ今回はあえて中に絞ろうかだったり、まあ、内側に誰かが絞ってるんだったらじゃあ今回は自分がしっかりと幅を取って、ちゃんと選択肢を増やそうかだったりとか、まあ、それだけではなくて、まあ、裏へのボールっていうところに対してもちゃんとね、裏へのランニングオフザボールっていうところも徹底的に行ってくれたりもしますし、でボールを受けた時の状況判断に関してもやはり、まあ、強力がすごく高い選手ですから、まあ、単純にね自分の武器を使うタイミングっていうのも適しているし、で味方にアシストするっていう時もですね、単純にこうこねくり回したりとかこう時間を使ったりっていうことをほとんどせずにもうシンプルに、素早くボールを送り込むっていうこともできたりするので、まあ、クリスタルパレスで、まあ、マテタだったりエゼと組んでね、まあ、これだけの数字残してるっていうことだと思うんですけれども、まあ、バイエルンっていうことになると、もう最前線にはハリー・ケインというタレントがいて、
まあ、近い距離には虫やらがいたりとかですね、まあ、後ほど話しますけれども、シャビシモンズがもしかしたら来るかもしれないとか、まあ、ミュラーもいたりとかね、まあ、サネも絡んでくるだろうし、まあ、ボランチに入ってる選手たちのキャラクターによってはそこも絡んでくるっていうことになると、まあ、より一層ですね、攻撃的なスタイルの中で自分の才能っていうものを発揮することができるし、おのずと数字っていうところも伸びていくと思う。それこそやっぱりクリスタルパレスっていうチームはオリバー・グラスナーという監督がね、シーズン途中で就任することになりましたけれども、どちらかといえばね、こうボールを保持して、まあ、前進して相手を圧倒するっていう形よりも、低い位置でね、ある程度こう構えたりとか、必要なとこちょっと埋めてね、プレーをするっていう、まあ、どちらかというと守備のね、時間が多い、まあ、チームだと思うんですよ。まあ、ポジション体制でもそうだったと思うんですけれども、ただバイエルになるとね、もうそこが一気に逆転して自分たちで主導権を握った中でね、まあ、ボールを扱う回数というか、まあ、触れる回数というか、まあ、シュートまで持っていく回数っていうのも、まあ、間違いなく増えていくっていうことになるので、まあ、数字面っていうところも大きく、まあ、期待してもらっていいのではないかなと思います。来シーズン素晴らしい成績を残して、まあ、バイエルンのね、王座奪還に大きく貢献してくれたらなと思っております。では続きまして、シャビ・シモンズでございます。もうすでにね、たくさんの報道が出ているんですけれども、シャビ・シモンズはですね、保有元はパリ・サンジェルマンになりまして、今シーズン 2-3-2-4 シーズンはライプツヒにレンタル移籍しておりました。ですが1年間のレンタル期間が終了しましたので、来シーズンからはパリ・サンジェルマンに一度戻るっていうことになるんですけれども、シャビ・シモンズ本人がパリ・サンジェルマンでのプレーを、まあ、希望していないということが、多くのメディアから報じられておりまして、本人の口から明言はされていないんですけれども、彼が起こしている行動、もしくは彼の代理人が取っている行動を踏まえると、やはりパリ・サンジェルマンからの対談っていうところを考えているのではないかなと。一応パリ・サンジェルマンとは2027年の6月まで契約を結んでおりますので、パリ・サンジェルマンとしてもやはりね、戦力として数えているわけですから、できれば戻していきたいっていうところだとは思うんですけれども、やはりね、選手が外に行きたいっていう状況で、その選手を無理くり引き止めるっていうことを行った場合、まあ亀裂が入ったりとかですね、まあ練習態度に出てきてしまったりとか、チームの雰囲気を乱してしまうっていうことは、まあ彼に限らず、まあどんな選手であったとしてもね、結構起きたりするものなので、まあ、メンタルがしっかりと整ってたりとかね、真面目だったり真摯な、まあ、選手はですね、まあ、そういったところもちゃんとやってくれたりはするんですけれども、やはりシャビ・シモンズのように、まあ、若い選手だったりとか、まあ、多くの選手っていうところは、まあ、そういったところやはり、まあ、行動にね、移してしまうようなところがあると思うので、パリ・サンジェルマンとしても、売却を検討しなければならない状況だと。ただしパリ・サンジェルマンは完全移籍での売却っていうところは望んでいないみたいで、再びレンタルでの売却を望んでいると。その契約であれば、まあ、バイエルンに移籍することを認めるよっていう形で現在は行動を取っているみたいなんですね。ただしバイエルンサイドはですね、マックス・エバールが特にまあ中心となって動いているんですけれども、彼去年まではですね、まあ、ライプツヒにいて、まあ、シャビ・シモンズをライプツヒに連れてきた張本人なんですよ。で、彼のことをすごく高く評価していて、もうバイエルンにも連れてきたいと。だからこそ、まあ、レンタルでの移籍っていうところは承認はできるんだけれども、買取オプションを付随してくれと。レンタル期間だけ設けて戻ってしまう、レンタルバックしてしまうっていう契約での獲得は望んでいないということなんですね。なので、まあ、この、互いの、まあ、意見の違いっていうところを、まあ、どうすり合わせていくかっていうところが、まあ、現在行われている、まあ、交渉の中で行われている、事象だと思うんですね。ただし、シャビ・シモンズ本人が今後の去就に関して、現在ユーロでね、オランダ代表で戦っているんですけれども、メディアから問われたことに対してユーロ後に判明するよとコメントをしてるんですね。まあ、単純に、まあ、隠しているっていうことにはなるんですけれども、やはりパリ・サンジェルマンに戻るっていうことにもしなっていたり、本人がその決意をしていた場合は、それを言ってしまえば契約してるのはパリ・サンジェルマンなので、パリとしても安心するし、彼自身もオランダ代表でユーロでね、集中して戦っていく上では、そういった発言をした方が、やはり、互いにとってすごくいいんですよ。バイエルにとっても、パリにとっても、シャビ・シモンズにとっても。ただし、ここで2号して隠したっていうことは、間違いなくやはり、本人の気持ちとしては、パリ・サンジェルマンから対談をする。そして、まあ、レンタルもしくは完全移籍っていう形で、マックス・エバールがいる、まあ、バイエルに行くっていうことを、まあ、望んでいるんじゃないかっていうところなんですよね。
パリ・サンジェルマンからするとですね、まあ、ビティーニャだったりとかザイル・エミリだったりとか、まあ、こういった戦力たちとうまく、まあ、ローテーションを組んでいくっていう中でね、生かしていきたいっていうところだったとは思うんですけれども、やはりバイエルンからのオファーが届いたり、まあ、本人の気持ちがどうしてもね、まあ、そっちに偏ってしまっているっていう状況になってしまったら、やはり引き止めることは難しいのではないかなと。今シーズンライプツヒで32試合に出場しておりまして、8ゴール11アシストを記録しているんですね。しっかりとね、 PSV に一度、まあ、完全移籍で売却して、優先買取権行使してね、パリ・サンジェルマンにもう一度戻してきて、またライプツヒに行って、そこでもね、大きな成長を見せていると。だからこそね、パリ・サンジェルマンはすぐに戻したかったと思うんですけれども、やはり、難しい状況になりそうだと。まあ、もしかしたらね、シャビ・シモンズからすると一度 PSV に、完全移籍で売却されて、でそこで大活躍したから優先買取権行使されて戻ってきたのに、そこで、またそのチームで使われなかったっていうところで、もしかしたらもうパリ・サンジェルマンから心が離れたのかもしれないなとは、憶測としてですけれども、予想は立てられるかなと思います。もちろんこれはね、本人に直接聞いてみなければわからないっていうところだと思うんですけれども、やはり自分をね、欲してくれている、まあ、クラブに行くっていうのはどんな選手であったとしても望んでいることだと思うんですけれども、望んだのに使ってくれないっていうのはね、やはり選手本人としても、あ、このクラブなんか信用できないなっていうことにもしかしたらなってしまうのかもしれないなとは思います。そして、まあ、そんな選手がですね、じゃあバイエルンに加入したらどういう活躍をしてくれるのかっていうところなんですけれども、まあ、彼のプレースタイルは今シーズンのライプツィをね、まあ、ご覧になられていた方はご存知だと思うんですけれども、まあ、とにかくですね、まあ、足元の技術、ラストパス、シュートセンス、攻撃性能は本当に素晴らしいものをたくさん持ってます。バイエルンの、まあ、中盤の選手、と比べてもですね、まあ、ナンバーワンと言ってもいいぐらいですね、レベルの高い技術力を提供してくれると思います。ミラーの方が状況判断を含めてね、すごくいいですし、ペナルティーボックス付近でのね、強さっていうのは提供できたり、ムシアラであればね、一人で運べたり、一人で打開できたりっていうところがあったりすると思うんですけれども、まあ、間で受けたり、そこからのまあパスの精度だったり、センスだったりっていうところは、やはり、シャビシモンズの方がね、長けていたりするっていうところがあると思うので、まあ、ムシアラが来シーズン、左で使われるっていうことが想定されているので、まあ、シャビシモンズがトップ下のポジションで起用されて、ミラーと併用されるような形で使っていく。それが、やはりベースになっていって、そこで、まあ、彼の技術力っていうところが提供されて、ムシアラだったりオリスだったり、そしてハリー・ケインに対して多くのものを提供していくっていうことになるのではないかなと。ただし、彼はですね、まあ、体はねそんなに大きくないし、あのフィジカル的にはすごくね強いっていうわけではないので、まあ、単純なそのフィジカル勝負でやっぱり当たり負けしますし、あとは守備のタスクにおいても前からのプレスはある程度連動できるんですけれども、プレスバックやはりこう戻っていく守備に関しては意外と緩いなっていう瞬間がね、時折見受けられるので、そこをですね、コンパニーがどれだけ整理できるか、ちゃんと求めていけるかっていうところは、すごく重要なポイントになってくると思うので、来シーズンのバイエルン、ぜひそこは注目してほしいなと思います。はい。あとはですね、まあ、トップ下のポジションで、まあ、ちょっと絡んできてしまうお話にはなるんですけれども、まあ、現在はミュラーがいて、そしてまあムシアラもできると思うんですけど、多分ムシアラ来季は左になるんで、シャミシモンズが来るってなるとこの2人で回すことになるんですね。でミラーに関しては来シーズンもプレーすることになるんですけれども、契約的には来シーズンいっぱいで契約満了なんですよ。ただその後のキャリア自体が全く分からなくって、もう一度再契約して1年間の短期契約の延長っていうものを行うかもしれないし、もしかしたら来年いっぱいで現役を引退するっていうことを決意するかもしれないんですね。ドイツ代表で、まあ、スタメンからは出ていないけれども選ばれているぐらいだし、バイエルンの試合に出た時もやっぱりミラーわけわかってるよねっていうのは、もうバイエルンのサポーターの方々も多くの方ね、もうご存知の方たくさんいらっしゃると思うんですけど、ミラーが出てる時ってやっぱ違うじゃないですか。ちゃんとボールがねつながるようになってるし、つながるようにやっぱりミラーがね気使っていろんなところに顔を出してあげてると、まあそれ以外でもね素晴らしいとこたくさんあるんですけれども、となると、やはりミュラーがね、いなくなってしまった時のバイエルンのダメージって思ってる以上にでかいと。じゃあ、シャビ・シモンズと同じ、ポジションで争っていく、まあタレントっていうのを誰連れてくるんですかっていうところになるんですけれども、そこでやはり出てくるのがフロリアン・ビルツなのではないかなと。まあこの選手は、今シーズンというか、まあ来シーズンに向けての補強に関しては、
レバークーゼンに残ると明言してるんで、退団するっていうことはないので、まあ、来年の夏、今頃ですかね、での交渉っていうところになってくるかなと思うんですけれども、シャビシモンと併用していくだったりとか、ビルツであればですね左で使うっていうこともできたりするので、ビルツを左に使ってトップ下にシャビシモンズを置いて、右に、マイケル・リセ使ってもいいですし、シャビシモンズを休ませる意味合いを込めたら、ビルツ真ん中に持ってきて左にムシアラっていうのもいいですし、あとは来シーズン、まあ、後ほど話しますけれども、フラムのね、守備的ミッドフィルダー取ろうと、まあ、しているっていうのもあるので、まあ、その選手をアンカーに置くっていう形を採用すれば、シャビシモンズとビルツっていうね、まあ、強力なツーインサイドで組ませて、マイケル・オリースと、ムシアラっていうね、まあ、強烈なワイドを立てて、まあ、ちょっと攻撃的しすぎてね、パリーニャの守備の負担っていうのが、まあ、パリーニャって言っちゃったけど、まあ、この選手の負担っていうのがねちょっと大きくなってきてしまいかねないなと思うんだけれども、まあ、そういったことも行えるかもしれないなと。ただしこれはミュラーの去就次第になることは間違いないので、ミュラーがこの先もずっとプレーする、来年も再来年も短期契約で延長し続けてプレーをするっていうことを行った場合は、やはりビルツはバイエルンではなくて、まあ、レアルマドリードだったりとか、バルセロナだったりとか、まあ、プレミアリーグのどっかのクラブっていうところに移籍していくっていう可能性は十分あり得るのではないかなと。特にレアルマドリードに関してはカルロ・アンチェロッティと契約しているのが来年いっぱいまでだったと思うんですね。26年までだったかな。まあ、とにかくまあ契約自体がねどん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 短くなっていってて、まあ、マドリードの現役引退っていうのはアンチェロッティもある程度発表してるんで、その後継者として現在レバークーゼンで監督をしているシャビア・ロンソをまあ連れてくるっていうことになった場合、やはり彼の下で一番輝いてる選手で、いるわけですので、まあ、彼と共に、まあ、マドリーに行くっていうことを決断してもおかしくはないのではないかなと。とはいえね、まあ、欲しいっていう気持ちはあると思うし、まあ、ミュラーに対してねそんな引退をせかすというか対談をせかすっていうこともしたくないっていうね、ちょっとこう難しいねこう感情っていうのがこう戦い続けてるっていうのが今のバイエルンのサポーターの方々の心情だと思うんだけれども、まあどんな結果になったとしてももうバイエルンにとってはいいと思うんですよ。ミュラーが残ってくれたとしてもミュラーは絶対にねチームの輪を乱さないし、チームのために必要な働きっていうのを徹底して行ってくれる。でミュラーが引退してビルツが来るだったりとかでね、こう世代交代をするっていうことになればバイエルンにとってもいいですし、ビルツのね活躍っていうのも見れるっていうこともあるんで、来シーズン、まあ、どういった結果になったとしてもね、しっかりと受け止めて、まあ、バイエルンを継続してね応援していきたいなと思います。はい、では続きましてジョアン・パリーニャですね。過去にも何度もお話ししている選手なんですけれども、現在契約を行っている真っ最中で、バイエルンが最初のオファーを提出しました。金額は、3,000万ポンド、日本円で60億円と言われてます。彼の、まあ、市場価値を考えると、まあ、少し低いね、まあ、金額でのオファーを最初に提出したと。で、それは、まあ、フラムに、まあ、当然のように、まあ、断られてしまいまして、フラムは現在、6000万ポンドの、金額を求めていると。6000万ポンドは日本円で119億円、120億円近い、金額ということになりますので、まあ、大きな、乖離があると。昨シーズンバイエルンが、フラムに、提出したオファーが110億円にいかないぐらいの金額だったと思うんですよ。それよりも金額的には跳ね上がってるっていうことになるので、もうバイエルンからするともうその金額は絶対に払えないっていうことを、フラムに対してことづたえたと。バイエルンはすでに、ジョアン・パリーニャと個人合意に、至っておりますし、パリーニャ本人もですね、フラムからの対談を希望していると言われております。現在ポルトガル代表でユーロ2024ドイツ大会に参加しているんですけれども、去就について聞かれた時に今は何も言えないと、本当のことを言いたい気持ちはあるんだけれども、まあ、何も言えないんだっていうことをコメントしたんですね。まあ、間違いなくもうバイエルに行きたい、そういったことを考えているんだと思います。フラムに残留するっていうことを希望していた場合はもうしっかりと明言するはずですし、まあ、昨シーズンやはり契約がねもう本当に最後の最後まで行っていたのにまとまらなかったっていうところがパリーニャにとっても、まあ、すごく残念なことだったと思うし、今度こそはもうしっかりと早急にまとめたいと、自身の今後に関してもしっかりとまとめた上で、まあ、ポルトガル代表での戦いっていうところを継続していきたいみたいなので、フラムに対してはねある程度圧力っていうのは加えているみたいです。まあ、それがいいのか悪いのかっていうのはさておき、フラムは彼がどういったね希望を持っているのかっていうのを知っているし、まあ、バイエルンも、パリーニャとの交渉の中で彼がどういった気持ちを持っているのかっていうのを知っているわけですから、
やはり高い金額っていうところはオファーとしては提出できないと。多分バイエルンとしては100億を超える金額っていうのはやはり出せないっていうところだと思うので、まあ70、80、まあこのあたりの金額でまとめたいっていう考えを持っているんじゃないかなと思います。フラムもね、まあそこは理解しているでしょうけれども、まあフラムの中でもですね、まあ特に金額がつく選手のうちの一人ですから、安売りはしたくないでしょうからね、できるだけ高く売りたいでしょうから、まあちょっと交渉はね、ちょっと長引くかもしれないですけれども、最終的にはね、5年契約で契約を行っていくっていう話が出ているし、まあ年俸に関しても現在フラムで、7億7千万円ほどの年俸をもらっていると言われてるんで、まあ、バイエルンだとね、まあどちらかといえば真ん中よりちょっと下ぐらいかな、真ん中ぐらいかな、ぐらいの年俸なので、まあプラスでね、10億ぐらいには多分すると思うんだけれども、まあそれでもね、比較的安い年俸の選手っていうことになりますから、ゴレツカ・キミヒよりもね、圧倒的に安いっていうことになりますから、エバールもそうだし、フロイントもそうだし、コンパニーとしてもですね、やはり欲しいっていう気持ちを持ってるのではないかなと思います。はい。そして、まあ、そんな彼がですね、じゃあバイエルンに加入したら、まあ、どういった起用法をされますかっていうところなんですけれども、まあ、ポジション的にはですね、まあ、ダブルボランチの一角だったりとか、まあ、アンカーのポジション、まあ、インサイドもね、できなくはないんですけれども、まあ、どちらかといえばね、最終ラインの一個前のところで、まあ、フィルター役として、まあ、機能していくタイプの、ボランチの選手です。まあ、推進力もね、持ってたりはするんですけれども。なので、まあ、パブロビッチとコンビを組ませたりとか、あとは、まあ、キミヒが残るんだったらキミヒと組ませたり、ゴレツカと組ませたりとか、まあ、ライマーと組ませたりっていうところで、まずはね、フィルター役として機能させていく。やり方はね、当然違うんですけれども、今のドイツ代表の、まあ、アンドリヒみたいな役割を任せていくんじゃないかなと思います。強度も高いですし、奪い切る能力もすごく高いですからね、まあ、バイエルンに、いる、まあ、タレントの中でも、まあ、トップクラスにね、そういったところの能力は高い選手ですから、大きく貢献してくれると思います。ただし、私松の個人的な意見といたしましては、彼を取るっていうこと自体は全然否定はしないんですけれども、ゴレツカとは全然タイプが違うし、ライマーとはまたねタイプが全然違うものを持ってるし、パブロとも当然違うし、キミヒとも全然タイプが違う、選手っていうことになるので、彼を取ったからといって、まあ、ゴレツカだったりキミヒだったり、まあ、その他の選手もそうですけれども、ボランチの選手を売るっていう決断をするのはできればやめてほしいなと僕は思ってます。では続きまして4人目です。インテルでプレーをしておりますハカン・チャルハノールです。ここ最近、まあ、名前がね出てきまして、数多くのメディアが報じているんですけれども、正直ですね、飛ばしの可能性が非常に高いです。報じているメディアが大手メディア、高級紙だったりとか、遺跡ジャーナリストが発信しているっていう情報ではないので、ほぼ飛ばしの記事だなと思ってもらっていいと思います。そういった認識で、間違ってないと思います。もちろん急遽ね話が変わって大手メディアが報じ始めたりとか、本当にそういったね、信憑性がどちらかといえば低いメディアが報じた、遺跡の話だったりとかが本当に事実になったりするっていうこともね、まあ、過去にはあったりはするので、完全にね否定っていうことはできないんですけれども、まあ、パーセンテージ的には 20%、30%、まあ、もしかしたらそれよりも低い、まあ、パーセンテージだと思うので、まあ、チャルハノールの獲得っていうことはほとんどないと思います。しかし、まあ、そういった中でもね、今回報道されているっていうことなので、そこで報じられていた内容についてお話ししていくと、インテルは6000万ユーロの金額であればオファーを聞き入れると、日本円で102億円です。しかし、バイエルンは5000万ユーロであれば提出することができると。日本円で85億円ですね。20億円近い金額の乖離が現在の報道では発生していると。ただし、年齢が30歳近い選手、かつ今インテルでもらっている年俸が1200万ユーロ、日本円で20億円近い年俸をもらってるんですね。で、この選手に対してバイエルンが提出している年俸が800万ユーロと言われてるんです。7億円ぐらい年俸がダウンするっていうことになるんですね。で、その年俸をハカン・チャルハノールが受け入れるかっていう話なんですよ。すでにインテルで自分の役割を得ていて、中心選手として扱われていて、なおかつ年俸が高いと。そんな選手がバイエルンに来た時に年俸はダウンするわ、扱い的には中心選手として扱われるかわからないわっていう状況を受け入れるかって問われると、やはり可能性としてはだいぶ低いんですね。
まあ、オファーを提出している金額もそうだし、インテルが求めている金額に関してもね、ちょっと高すぎるんじゃないかっていうところも、あるのでね、その時点でちょっとおかしいなっていう報道ではあるんですけれども、そういった年俸の交渉においてもやはりバイエルンが提出している金額があまりにも、ちょっとね現実離れしているっていうところになるので、やはり契約に関してはほぼないでしょうし、あったとしても、このオファーっていうところはないと思います。最低でもインテルでもらっている1200万ユーロ以上の年俸を提示しない限り獲得するっていうことはできないと思うので、難しいと思います。まあ、多くの方もね同じ予想を立てられているんじゃないかなと思うんですけれども、まあハカンチャルハノールがバイエルのユニフォームを着るっていうことは、ほぼないのかなと思います。しかし今回のラジオでは獲得するっていうことがね、もし起きたっていうことも前提にお話ししていくっていう形になってるんで、まあバイエルンに来た場合どういった起用法されるかっていうところも話しておきたいんですけれども、まあほぼ間違いなく、パリーニャがもし来た場合に合わせてのお話になるんですけれども、まあ彼のコンビとしてまあボランチに君臨するっていうことになるのではないかなと。まあ低い位置でボールのビルドアップに絡んでいきながら高い位置でまあ彼のミドルシュートキック精度っていうところを生かしていく、アクセントも加えていくっていう役割を任せていくことになるのかなと。パブロもそこね絡んでいける選手なんですけど、パブロはどちらかといえばね低い位置でのチラシの方がもっともっと得意なタイプだと思うので、ちょっとより攻撃的なね思考を持っているタイプのまあ選手っていうことになるかなと。もしくは、ボランチではなくてトップ下、ここのポジションで使っていくっていうことになるのかなと。まあ、シャビシボンズがね、まあ、来るっていうことになってるんで、そこで使われる可能性は正直ねどうかなっていうところもあるんですけれども、まあインテルではねこうアンカーのポジションになってるんですけど、もともとはね高い位置でプレーしていた選手ですから、まあそこでプレーをさせて、コンビを組んでいくケインとか、まあそういった周りのタレントと、まあ、コンビを組ませていくっていうところに、まあ、なっていくのかなとは思います。はい、まあねいい選手であることは間違いないので、バイエルンに来たとしてもね大きな戦力になるっていうことはね間違いないかなと思うんですけれども、僕個人としてはね彼と契約する、まあ、それこそ今回ね出ているような報道の形で契約をしていくだったり、年俸もアップした形で契約するっていうことを行うんであれば、キミヒと契約延長した方がねバイエルンにとっては非常にいいんじゃないかなと思います。はい、では続きまして5人目です。フェデリコ・キエーザでございます。現在はユベントスで契約しているというかね、ユベントスと、契約している選手ですね。はい、今はユーロ2024ドイツ大会で、イタリア代表としてプレーをしております。初戦は MVP をね獲得しておりましたけれども、彼の獲得にバイエルンが動いているかもしれないと。でその理由がですね、フェデリコ・キエーザ現在ユベントスとの契約延長交渉が難航してます。フェデリコ・キエーザは契約が2025年の6月までなので来年で契約が切れるんですね。でキエーザは契約延長プラス年俸アップっていうのを求めているんですけれども、ユベントスがそれを受け入れられないと、特に年俸のところが受け入れられないっていうところで難航しているんですね。ユベントスはやはり今シーズン、少し怪我があってね離脱する期間が多少あった、ことをですね少し、嘆いているというか、まあ、そこをどうしてもやっぱり気にしているみたいで、単純にね、いい選手だと思ってるんだけれども金額のアップっていうところだけやっぱ受け入れられないと。ユベントスっていうクラブに、残ってもらいたいと思ってる選手だと思うんだけれども、年俸は現状維持もしくは少しダウンするような形で受け入れてもらって複数年契約っていうところを求めてるんじゃないかと。ただし、キエーザはそこをやはり受け入れられないし、まあ、自身のプライドっていうところもあるので、簡単には、それを承諾するということも行えないのではないかなと。そこまでねやはりキエーザの意思っていうところが変わらない、そしてユベントスもそこ譲れないっていうことになると、まあ、売らなければならない、せめてね彼を、まあ、現金化して次のタレントに生かす、そのお金を使っていくっていうことをね今のユベントスであればしなければならないところだと思うので、そういったことを行っていく可能性があると。でそこで、まあ、バイエルンが、狙いに行こうとしているっていうところなんですね。ただし、先ほど紹介したオリーセの時にもお話ししたんですけど、もうバイエルンはですねワイドにまず人が多すぎるんですよ。まあオリーセが来ることを前提に話すると、オリーセがいてコマンがいてニャブリがいてサネがいてムシアラがいてイランクンダがいてブライアンサロゴサがいるんですよ。でプラスここにテルも入ってこれるんですね。
となると2つのポジションに8人抱えてるんですよ。あまりにも多いんですね。まあ、イランクンダは来シーズントップチームではなくてセカンドチームからのスタートっていうことになるかもしれないけれども、そうだったとしても7人いるんですよ。となるとやはりそこにまたキエーザを加えるってなると8人になって、試合に出れない選手がたくさん発生してしまうと。先ほどマイケル・オリーセの時にニャブリとコマンがちょっと危ないっていう話をしたと思うんですけど、彼らを打ったとしても6人なんですよ。これでもすごく多いんですよね。やはり大体各ポジションに2枚ずつ揃えた上で、多くてももう1枚足した5枚が、最高枚数だと思うんですよ。特にバイエルの場合はスモールチームなので、そこまで人を抱えるっていうことをしないんでね。予算もプレミアリーグのクラブほど持っているっていうわけではないので、規定も厳しいですね、ブンデスリーガの。となるとやはり、彼を獲得するっていうことを行った場合、より一層また別のタレントを売らなければならなくなるんじゃないかなと。それこそニャブリとコマンはほぼ間違いなく売却されていくでしょうし、まあサネなんかももしかしたら危ないかもしれないし、ブライアン・サラゴサもね、もう一度レンタルっていう形でどこかに貸し出すっていうことをするかもしれないし、まあテルもすごくね伸び伸びしてきて成長もしてきているんだけれども、彼を売るかもしれないし、まあムシアラはねちょっとさすがに売るっていうことはバイエルンさすがにしないと思うんだけども、そんなことしちゃったらね、もうえげつないほどの、まあ、ブーイングというかね反感が来ますから、もうエバール出ていけとかね、フロイント出ていけってもう間違いなく言われますから、多分そこはねしないと思うんだけれども、まあそういったことを行っていかなければならなくなってしまう、まあリスクっていうところは伴ってくるんじゃないかなと。まあ、単純な戦力としてはすごくいい選手なんですよ、フェデリコ・キエーザって。まあ右も左もできるし、まあ多少怪我はね確かに昨シーズンはあったんだけれども、とはいえどね細かな怪我が多くて、期間的にも短い期間ですぐ帰ってきたりしている怪我だし、でやっぱ推進力も持ってるし、フィニッシュの精度も高いし、まあ裏抜けのねタイミングとかも良かったりするし、でそのメンタル的な強さっていうのはね、ワイドの選手の中でもトップクラスに持っている選手だと思うので、いいと思うし、あとはやはりケインとのね、関係性っていうのがなんかすごく想像できるというか、それこそソン・フンミンとケインみたいな関係性みたいなものを築ける可能性があるんですよ。ソン・フンミンって自分で仕掛けられるけれども、やはり裏へねこう飛び出していくっていうところでの、まあ、数字っていうのもたくさん残してきたじゃないですか。なんだったらそっちの方が一番の武器だと思うんですよ、その量と質とね。でそこをやっぱりキエーザも同じくまあ持ってるような選手だと思うので、まあ、ムシアラとはちょっと違うタイプをそこに置いて、まあ、ケインと組ませて裏狙っていく。もしかしたらコンパニーはケインとソン・フンミンの関係性を頭に残していて、ソン・フンミンを連れてくるのは年齢的にもあれだから、まあ、キエーザだったら年齢25、6歳ぐらいだし、ユベントスも売ろうとしているというかね、契約のところでちょっと いざこざというか、こ うまくまとまってないんだったら、じゃあ狙いに行ってもみたいなところでバイエルのフロント陣に声をかけているのかもしれないなとは思います。獲得に対して賛成なのか反対なのかって問われたら、正直ね今の段階だと獲得には反対なんですよ。オリーセが来る以上まずは人を売ってからじゃないとねダメだと思うし、正直ワイドにねお金を使ったりワイドの交渉している暇があるんだったら、さっきセンターバックしてくれと伊藤博樹選手が来てくれたことは確かに嬉しいんだけれども、必要な人材、間違いなくいますよね。まあ、デリフトを残した上でウパメカのキュンミンジをうまく打っていく、まあ、どちらか1枚だけでも打っちゃって、センターバック他の選手連れてくる、コルビル連れてくるとかでもいいですし、ザルツのパブロ連れてくるのもいいですし、イナシオ連れてくるとかね、ハンツコとかでもいいし、いい選手ね市場に出ているわけですから、そういった選手にまずお金使ってほしいですから、イエザいい選手なんですけど、まずねそっちを優先させてほしいなと。まあ私に限らず多くの、まあ、バイエルンミュンヘンのサポーターの方々が同じ意思を持ってるんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ、以上が、私松がラジオ収録している時点までで噂に上がっておりました、獲得の話題の選手たちということになります。他の選手で、噂に上がっていた選手でいきますと、マルク・ギュー、バルセロナでプレーをしております彼だったりとか、あとはアドリアン・トリフェ、レンヌで、まあ、プレーをしております左サイドバックの選手などが、噂に上がっておりました。マルク・ギューに関しては、契約解除金が500万ユーロみたいなんですよ。2025年の6月までみたいで、
日本円で8億5000万円ほどなんですね。まあ、めちゃめちゃ安いですよね。で、この選手ね、バルセロナのサポーターの方々は、まあ、当然知ってる方多いと思うんですけど、結構いい選手なんですよ。まあ、レバンドスキが戻ってきて、まあ、出場時間自体はだいぶ少なくなってきたんですけれども、まあ、高さも結構あるし、足元もすごく柔らかいし、スピードも持ってるんですね。で、推進力もあるし、決定力も高いと。まあ、とにかく全体的に、まあ、能力がすごく整ってるんですよ。まあ、状況判断を含めたりとか、あとはレベルの高い環境でたくさんね、プレーをしていくということになると、数字もね、他のプレーっていうところもたくさん求められてくるんで、そこはね、今後の、パフォーマンス次第っていうところではあるんですけれども、シュポモティングが、対談をして、ハリー・ケインの控えっていうところを求めているって言われている状況の中だと、まあ、彼は、そこの控えとしては十分だと思うし、もしね、コンパニーが2トップ採用とか行うのであれば、まあ、ギューと2トップ組ませてもね、すごく面白いと思うので、まあ、ハンジ・フリックがね、就任して彼をどう考えているか、特にフリックの場合は高さとかフィジカルっていうのもちゃんと大事にする監督なので、まあ、打ってくれないんじゃないかなとか、バルサのサポーターの方々も、ヤマルとかクバルシと同様に、まあ、フェルミンとかもそうですけれども、まあ、彼らと同様に、まあ、すごく大事に育てていきたい。重宝していきたいとね、まあ、考えているタレントみたいなので、ちょっとね、獲得っていうのは難航するかもしれないんですけれども、まあ、本人が、バルセロナへの愛情は間違いなく持ってると思うしね、シャビと素晴らしいハグしてるシーンとかもあったりするんですけれども、まあ、出場機会がね、やはりないっていうことになると、自身の成長を考えるとね、やっぱり出場機会恵まれてる場所とか、まあ、バイエルに来たからといって試合に出れるわけじゃないんだけど、求めてくれるところに行くだったりとか、バイエルに限らず、まあ、他のクラブに行くっていうことは十分考えられるんじゃないかなと思います。そして、2人目がアドリアン・トルフェ。彼は現在、レンヌでプレーしてるんですけれども、まあ、今シーズンちょっと僕レンヌをね、たくさんっていうわけではないんですけど、まあ、ところどころでちょっとこう見させてもらってて、まあ、特にデジレルエっていうね選手が、まあ、なんかちょっとこう規格外感がすごくて、見てるんですよ。もう本当にね、簡単に1枚2枚反転してかわしていくし、運んでいくんですよ。見ててね、本当に面白い選手で、まあ、彼を見に行くがために、まあ、レンヌをね、見に行くっていうことが、あったんですけれども、その時にね、まあ、このトリフェっていう選手も、まあ、見ておりまして、まあ、どういった選手かって言いますと、まあ、左のサイドバックが本職で、まあ、上下アップダウンしていく能力と、まあ、左足のキックっていうのが、まあ、一番の武器で、特にキックの質に関してはすごくいいものを持ってます。トレントとかリースとかね、カンセロとか、こういったレベル級のね、クロスボールの精度っていうのはトリピアとか、こういったレベルの選手と比べると、もう少しね、ちょっと低いかなっていうところではあるんだけれども、まあ年齢が今22歳、3歳ぐらいで、まあキックの質もすごく高いですし、チャンスメイク数っていうのもしっかりと高い数字残してくれてますし、守備での対応においても切り替えすごく早いですし、若干プレスはね、連動しきれてなかったりとか、ちょっと遅れたなっていうのはたまに見えたりするんですけど、それはやっぱり監督がね、言えば治ったりするところもあったりするので、今後次第っていうところもあると思うしね、年齢的にもまだ若いですから伸びていくのは十分ありえますし、あとはこう単純なこう1対1の対応においても粘り強くね、対応してくれたりもするので、まあ、アルフォンソ・デイビスがね、まあ、対談していく、まあ、マドリーに行くってなって、テオ・エルナンデスっていうところがね、ファーストチョイスって言われてるんだけれども、もしかしたら手をね、獲得しないっていう方向にバイエルン進むかもしれないっていう報道も出てたりするんで、まあそうなった時に、まあ、このトルフェっていう選手を、まあ、狙いに行くかもしれないなっていうところで噂が出ていたと。まあほぼねないんじゃないかなと思うんですけれども、まああくまでね報道としては出ていたんで、まあ、紹介はさせていただきました。はい、ということで、噂の5名と、そしてその他の噂の選手たちについてはここまでとなります。最後にですね、ヨシュア・キミヒの、売却の話題について、触れさせていただきます。まあ、以前からですね、まあ、キミヒとゴレツカかな、この2名は特に、まあ、デリヒトもそうですけれども、まあ、この3名のですね、まあ、対談の話題がまあ絶えないというところで、多分まあ多くのバイエルミュンヘンのサポーターの方々が多分まあ怒っているというか、なぜそこなんだっていうのを多分持っていると思うんですよ。特にその中でもキミヒとデリフトは、言われている2名だと思うんですね。ゴレツカは多分見る人によっては評価変わる選手だと思うんで、僕はめちゃめちゃ評価してるんだけど、ただその中で、まあ、今回はキミヒが、噂に出ていると。
契約自体が来年いっぱいまでっていう形になってて、バイエルンが年齢的にも29歳で来年30歳になる選手だし、年俸的にも高いし、そこに人加えようとしているから、売却に関しては前向きで、高額なオファーが届けば受け入れるつもりだと。もしくは、来年いっぱいまで、プレーをするっていう形をとってフリーでの対談っていうのを認めるかもしれないっていう報道が出ているっていうところなんですね。正直僕はこの報道を見た時により一層、悲しくなりました。今シーズンバイエルンは無冠でシーズンを終えてしまったので、フロントとすれば何か大きな変化を加えていかなければならないっていうところで、そういった決断を取っているのかもしれないし、単純な年俸バランスっていうところでね、彼らを売却しようとしているっていうところも報じられていたりとかで、行動に移してね、こう小さな変化から大きな変化まで、こうとにかくバイエルンをこう生まれ変わらせていこうっていうね、ことをしていくっていうこと自体を否定したいとは思わないんですけれども、やはりキミッヒというタレントがどういった役割を行っているのかっていうのを考えた時に、売るべきでは絶対にないですし、彼に支払ってる年俸に関しては妥当だと思うんですよ。20後半ぐらいの年俸今もらってると思うんだけれども、確かにバイエルンではトップクラスに高いと思いますよ。トップクラスに高いと思うんだけれども、それだけの貢献をちゃんとしてくれているじゃないかなと。プレークオリティに関してもそうだし、メンタル的なところもそうだし、そして今後、ノイアー、ミュラーが去った時のバイエルンの中心選手というかキャプテンを任せていかなければならないのは間違いなく彼なはずなんですよ。ミヤさんミヤを体現してくれるのは彼なはずなんですよね。そこをバイエルンのサポーターは絶対に思っていたし、ミュラーとノイアーがいなくなった後はもうキミッヒ中心だと。もう今ですらもちろん中心なんだけれども、キャプテンとしてより一層まとめていってほしいと。本人は以前コメントでシュバインシュタイガーに憧れてるだったりとか、キミヒはね、ラームと、同じポジションでプレーしたりとか、ラームから奥のことを学んだとかも言ってるぐらいなんで、もう超がつくほどバイエルンのレジェンドたちの関係性も深いと。バイエルンのキャプテンを任せるにあたって求められる必要な要素を全て持っている選手だと思うんですよね。一番引き継ぐに値するベストな選択肢なはずなんですよ。だけどその人を売ろうとしている。もちろんキミヒが対談を望んでいたりとか、もう別のところに行きたいって望んでいたのだったら、もうそれは引き止められないので仕方ないと思いますよ。だけどバイエルンサイドが売ろうとしているっていう報道が出ているっていうこと自体がすごく残念だし、フロント陣に対して懐疑的な目線を向けざるを得ない。オリーセとうまく早期に契約まとめようとしていたりとか、シャビシモンズと早期にまとめようとしていたりとかね、伊藤博樹選手獲得しようというか獲得してくれたりとか、こういろいろ早めにね動いてくれたりしているっていうところは確かに評価できるんだけれども、どんな新戦力の選手たちよりも今まで貢献してくれた選手の方が我々サポーターからすると価値としてはやはり高いわけですし、信頼度も高い。どれだけ素晴らしい選手であったとしても、やっぱりバイエルンで活躍してくれない限り、バイエルンでの評価っていうのはやはり与えられないじゃないですか。と考えると、やはり新戦力取ったこと自体は素晴らしいと思うし、いい選手取ってくれたなっていうのもね、感じるところは確かにあるんだけれども、売ろうとしている選手のセンスが悪すぎて、もう本当にね、大丈夫かなっていうのを、もう常日頃から感じてしまう。キミヒ、ゴレツカ、デリフトなんて今シーズンのバイエルン苦しんでいた中で陰ながら支えていた3人じゃないですか。キミヒはボランチから右サイドバックにコンバートされて、ブイも怪我してる、マズラウィも怪我していた時に素晴らしいパフォーマンス提供してくれて、なんだったら彼らよりも良くてポジション奪いましたよね。で、ゴレツカに関しては人によって評価変わるかもしれないけれども、ボランチでもそうだし、3バックの一角でもプレーしたし、ダウン3の一角としてね、普段やり慣れてないポジションでプレーしたりとかしながらも堅実にプレーをしてくれたと。デリフトに関してはウパメカのキム・ミンジェだと不安だって思われてた中で、怪我から戻ってきて出場した時の安定感やっぱり抜群だったし、どう考えても他のセンターバックよりも良かったんですよ。ダイヤーも良かったですよ。ダイヤーも良かったんだけど、やっぱりダイヤーと、デリフトを組ませた時が一番良かったわけなので、
多分ダイヤとしてもデリフトと組んだ時が一番安心してたはずなんでね。となると彼らを絶対に売るべきではないんですよ。だけど売ろうとしている。もうなぜなんだと。まあお金がね、まあ大概の理由なんだろうなとは思うんだけれども、売るにしても他にいるだろうと。正直僕はニャブリを売るとかはもう正直仕方ないなと思ってるんですよ。やっぱりこれだけ怪我があったりとか、まあチャンピオンズリーグで優勝して以降のパフォーマンスがちょっとずつこう落ちてきたりとか、コンディション不良も多い選手なんで、打ってもしゃあないなと思ったりもするし、コマンに関しても僕めちゃくちゃ好きなんだけれども、やはり怪我が多すぎるっていうことを考えると、売るっていう決断をしても仕方ないなとかね。あとは、キム・ミンジェとか、ウパメカノに関しても、特にウパに関しては加入しても2、3年目経つけれども、パフォーマンスに関しては、やっぱり難ありってずっと言われてるじゃないですか。彼を優先して絶対売るべきだし、デリフトよりも彼が大事にされている理由が正直僕としてはわからないというか納得できないし、キム・ミンジェに関しても高額な移籍金を使ってきたんで、来シーズンも試してあげたいっていうのはウパメカの以上にはあるんだけれども、やはりパフォーマンスに関しては獲得する以前から僕ずっと言ってるんだけれども、いい選手なんだけど今のバイエルンに必要な選手かって問われるとそうじゃないと。武骨なタイプだし、ウパメカノに近いような能力持ってる選手だから、より左利きで、ラインまとめられたり遠いパス飛ばせるような選手で、無理に運ばない選手が必要だよねっていう話をずっとしていたのに、まあトゥヘルの望みでね取ってきたんで仕方ないなと思ったんだけど、最終的にはやっぱこうなったじゃないですか。まあアジアカップ云々があったんでね、仕方ない部分ももちろんあるんですけれども、どんなにまあ擁護する点を作ったとしても、デリフトの方がパフォーマンスは間違いなく安定していたと。去年 2223 シーズン MVP 級の活躍をしたセンターバックですよ。で今シーズン確かに怪我あったけど、出た時のパフォーマンスめちゃくちゃ安定してたと。多分センターバックで MVP 与えるんだったら、多分デリフトかダイヤに分かれると思うんですよ。僕はデリフトに与えたいんだけど、まあダイヤっていう人もいると思うんですね。シーズン後半から入ってきて安定してたんで。でも大体この2人じゃないですか。だけどこのうちの1人であるデリフトを売ろうとしている。コンパニーがね、ウパメカノを残して重宝していきたいっていう思いを持っているっていう話が出ていたりするんで、仕方ないなって思うところもわからなくはないんだけれども、常にね相手を圧倒できるような力関係の中で試合を連続して行うことができるんだったら、ウパメカノのミスもある程度こう許されるっていうことが出てくるのかもしれないけれども、我々が目指す舞台ってリーグ戦だけじゃなくって、チャンピオンズリーグの優勝も目指していくじゃないですか。となると、シティやアーセナルやバルセロナ、レアルマドリード、パリサンジェルマンとか、もう名だたる超強豪クラブと戦っていくわけじゃないですか。で前からプレスをはめてくることにおいても、ちゃんと連動してくるチームがたくさんあると。特にトップクラブであればあるほどね。でその中で質も提供してくる選手になってくると、ウパのミスがもう大きなリスクになりかねないというか、もうなっているじゃないですか。ナーゲルスマンの時も、ちゃんとね角度を作ったり、中の、人材もちゃんとうまく使った中で全身の形作ってたけど、ウパのミスは出てたじゃないですか。やっぱりここは人のその考えの部分とかプレー選択の部分になってくるんで、直そうと思ってもやっぱりなかなか直せない部分なんですよ。で特に焦るような状況になっていけばいくほど、その個人戦術の部分とか判断の部分っていうところが相当求められてくるんで、ここでアドバンテージ持ってる選手とアドバンテージ持ってない選手だと、その舞台での安定感が全然変わってくると。だからこそデリフトもそこね完璧だとはもちろん言えないんだけれども、ウパに比べるとそこはちゃんと安定しているし、ラインコントロールもできないわけじゃないし、で遠いパスもちゃんと飛ばせると。で最高級のセンターバックともし今後組ませることができれば、そこを吸収してくれる可能性が高いと。となれば、やっぱり残しておくべきなのはどう考えてもデリフトで、ウパメカノとそれこそキム・ミンジェ2枚出したとしても、デリフトだけは残しておくべきだと僕は思うんですよ。その上で、センターバック1枚取ってきて、まあ、ブッフマンとデリフトと、センターバック1枚、左利き、まあ、ここは絶対必須ですけど、まあ、彼取ってきて、それプラス、ダイヤ、そして伊藤洋輝選手っていう、この5枚でもう回していければ、もう十分だと思うんですよね、僕は。そうしてくれた方が、僕は来シーズンのスカッ
ットを見た時に安心できるし、あ、バイエルンが今シーズン、トゥヘル体制の中で、まあ、トゥヘルのビルドアップ自体も問題は確かにあったんだけど、その中でやっぱり最終ラインがどういったところ指摘されていて、こういったプレーを選んでいたからやっぱりもっともっとリスクを負ってたな。あ、だからそこをちゃんと解決しようとしていて、違う人材連れてこようとしてるんだな。で、逆にそういったプレーしてる選手を逆にちょっとこう、売ろうとしているんだなっていうところで、問題解決をしようとしているなっていうところが、その人の売却と補強のところで見えるんで、行ってくれたら安心するんだけれども、そこが見えてないような行動を取ったりしてるんで、僕としてはやっぱり疑問が残ってしまうし、懐疑的な目線を向けざるを得ない。それに加えて、再来シーズン 25-26 シーズンに関しては、ノイアーがね、ほぼ間違いなく退団もしくは現役引退だと思うんですよ。ニューベルが戻ってくるんでね。で、ペレツと、契約延長とか、ペレツが来シーズンも残るっていう話が出てるじゃないですか。多分ニューベルのセカンドとして扱っていくつもりなんですね、バイエルン。となるとノイアーに払っている高額な年俸をセーブすることができるし、ミュラーに関しても彼の決断次第では、ね、ミュラーに払っている高額な年俸も抑えることができるとか、回収することができるっていうことになれば、そのお金を使って本当に必要な人材残しておいた時にそこに当てた方が絶対にいいし、バイエルンの建設的なチームの向上においても絶対に良くなるはずじゃないかなと僕は思うので、プラスワン規定の中でね、ルール守っていかなければならないっていうのは確かにわかるし、理解はできるんだけれども、そこのバランスっていうのはある程度保った上でデリフトとかと契約してるわけだし、その年俸払っているわけですから、そこはある程度クリアしていると思うんですね。もうそこ引っかかってたら多分昨シーズンから引っかかってますから。だけど引っかかってないってことは、そこある程度クリアしているわけですから、そのクリアしている中でお金を作っていかなければならないなら、ちゃんと優先順位間違えずに人のちゃんと売却っていうところを選んだ上で、人の補強っていうところをちゃんと行ってほしいなと。これは本当に今だけじゃなくて今後のバイエルンにもめちゃくちゃ大きく響いてくる人材売却になってしまうので、デリフト、キミヒ、ゴレツカ、このあたりの売却に関しては特に、響いてきてしまう結果になるので、本当に慎重に何が一番大事で何が一番本当に今のバイエルンにとって必要なのか、でその要素を持ってる人って一体誰なんだっていうところをちゃんと考えた上で、人材の扱いというかね、人材の整理っていうところを行っていってほしいなと。まあ、それでもどうしてもお金を作らなければならないから、もう本当にそこやらないともうどんな罰則が下るかわからないっていう、もうそんなギリギリの状態なんだったらもう受け入れざるを得ないかもしれないんだけれども、そうじゃないんだったらそこはね、1年もしくは2年ぐらいもう少し我慢してもいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、以上ということになります。バイエルの直近の話題の話と、キミヒの、売却の話題について、お話をさせていただきました。ちょっと最後ね、バイエルの主力選手に対しての、まあ、僕の熱い思いっていうのをちょっとね語らせていただいたんですけど、まあ、ぜひ皆さんもですね、バイエルの主力選手に対してのイメージだったり、その今回の売却のね報道に対する皆さんの意見っていうところもそうですし、まあ、補強にね、出てきた選手たちについてもいろいろ意見があると思いますんで、私の X の、コメントにも、送っていただいても嬉しいですし、 YouTube の方のねコメントにも送っていただけてもすごく、嬉しいので、ぜひよろしければ、コメントしていただければなと思います。はい、あとは最後にですね、私の YouTube のチャンネル登録と、私 X やっておりますんで、そちらのフォローの方もよろしくお願いします。Instagram もやっておりますんでよろしくお願いいたします。はい、ということで本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また、別の企画の方でお会いしましょう。じゃあね。